バー,ークス軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は41万1442人であり、2000年の37万3638人から10.1%増加した。軍庁所在地はレディング市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バー,ークス軍は レディング大都市圏に属しており、さらに、フィラデルフィア広域都市圏に入るとみなされてもいる。レディングの町が発展してきた1740年代に、ランカスター軍北部の住人が何度か新軍を設立する請願を行った。ドイツ系移民コンラッド・アイザーの支援もあり、バークス軍は1752年3月11日、チェスター軍、ランカスター軍、 フィラデルフィア軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はウィリアムペンの故郷であるイングランドのバークシャーから取られており短縮してバークスとなった。当初の領域は現在よりもかなり広かった。1772年に軍北西部からノーサンバーランド軍が作られ、1811年にはさらに北西部にスクーカル軍が作られて現在の大きさになった。 2005年、人口の増加が激しく、また他の大都市に近いこともあって、デラウェアバレー計画地域に加えられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は866平方マイルで、あり、このうち陸地859平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は0.78%である。軍内主要河川は、 スクーカル川だが、北東部はリトル・リーハイ・クリークを介してリーハイ川、北西部はスワタラ・クリークを介してサスケ・ハナ川、最南部はコーンストーガ川が流れている。コーンストーガ川は、軍内モーガンタウンとエルバーソンの間に発している。昔からペンシルベニア・ダッチカントリーであり、18世紀から移ってきたドイツ語を話す人々の子孫が多い。 また最近では、プエルトリコ、ドミニカ、メキシコからの移民が多い。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。レディング公共博物館は、芸術、科学、歴史の博物館である。軍内には2つの州立公園がある。軍内には、州指定の歴史史跡が2カ所ある。ダグラスビルにあるオールド・モーラットン・ビレッジは、 バークス軍歴史保存信託が維持している。この村には、ホワイトホースイン、ジョージ・ダグラス邸宅、ブリッジ・キーパーの家、マウンス・ジョーンズの家という4つの歴史的建造物があり、特に、マウンス・ジョーンズの家は1716年建設で、軍内に記録が残る最古の建造物である。バークス郡は、アメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第6、第7、第15及び、 第十六選挙区に属し、二千十三年時点では、すべて共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では、第十一、第二十九、第四44及び第四十八選挙区に属しており、下院では、第百二十四、第百二十五、第百二十六、第百二十七、第百二十八、第百二十九、第百三十、第百134、及び、 第187選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党3人、民主党1人、下院は共和党7人、民主党2人を選出している。2010年1月時点でバークス軍には248,949人の登録有権者がいた。2008年11月、アメリカが衆国大統領選挙で民主党のバラクオバマが 軍総投票数の53.9%を獲得し、44.7%の共和党、ジョン・マケインを制した。これは1964年以来となる民主党候補の勝利となった。その他、州役人に当選した民主党員がすべて軍を制した。共和党は、軍政委員会の過半数と、軍役人の大半を制し続けているが、近年は、 民主党が有力になってきた。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のミッドロムニーがほぼ1%の差で軍を制した。バークス軍の自治体、ボローカタウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。 ウィンザータウンシップの農園国勢調査指定地域はアメリカ合衆国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。バークス軍教育学区の区分図。ありがとうございます。